前から少しプレッシャーをかけます。今度は佐藤雄平が行きますが、ここで奪い取っていくチャンス。中央へ梶川が入ってきた、そして裏に出した、シュートへ、ゲット、佐藤雄平決めていきました。今梶川の上がるタイミングも非常に良かったんですが、まあ、佐藤選手いいタイミングで入ってきて、フィニッシュもさすがの技術ですね。ここで早いタイミングで同点に追いつけた、大きな1点ですね、はい、佐藤雄平が行きます。左サイドへ泉沢陣、彼はドリブル得意、ただここは佐藤雄平使って裏を取っていった、クロス取り返し、マイナス、シュートへ、ゲット、まさに描いていた絵が成立しました。ドーグラス・ビエラ、まさにいいポジションとはこれだというような取り方をしました。今のプレー、ワンツーですね、佐藤選手のパスの絶妙なところ、そしてドグラス選手もいいタイミングで入ってきましたね。これはレベル高いシュートでしたね、はい、